こんにちは、速稼塾の久保です。実はね、我が家もね、中古で買ったんですけども、買った時にもうね、30年近く過ぎていたんですよ。で、今だったら余裕で30年過ぎの中古物件なんで、いろいろね、傷んできてるんですよ。で、真っ先にやったのが外壁の塗装です。やっぱりね、家の外観を固めていかないといけないのと、やっぱ見るからにみすぼらしいと、やっぱね、家に帰るの嫌になっちゃいますんで、まずは外見から整えました。で、そのうちに中を少しずつ修正していったりとかね、障子や襖を張り替えたりとか、あと設置をエアコンをね、各部屋にやったりとか、まあ何十万も何十万もかけながらやってきたんですけども、ここに来てね、今度フローリングの方ですよ。フローリングが傷んできて、バスンと踏み抜いちゃったところがあるんですよね。ですんで、フローリングを修理したいんですけども、フローリングの修理って日数もお金もかかるじゃないですか。だから一応ね、リフォーム会社のセルフバックとかポイントサイトを使って見積もり依頼をするのと同時に、あとね、ちょっと検索してね、これ火災保険が効くのかどうかってことも見てるんですよ。火災保険はどうやらうちのケースでは効きそうにないなと思うんですけども、まあ、少なくともね、価格と工期の相場ぐらい調べておこうと思ってちょっと見てるんですよ。保険金レスキューっていうサイトなんですけども、こういうふうに書いてます。床フローリング修理にかかる費用相場ね、一般的な費用相場5万から2万と言われています。業者によっては1日パックのような時間制の修理をしてくれる場合もあるため、そういったサービスも注目だと。で、基本的には業者は1平方メートルを1単位として費用を設定することが多いらしいです。1平方メートルだったら、うちのフローリングは1メートル四方で十分治るんですよね。だからそういった修理もお願いできるのかなと思いますけども、まずは業者に見積もりをお願いすると良いでしょう。1平方メートルあたりの修理にかかる相場費用は1万円前後ということなんで、まあ1万円のためにね、業者さんを呼ぶのも申し訳ないんで、何箇所か修理箇所の候補を探しておこうかなと思うんですけどね。うん。で、火災保険が使える場合、使えない場合があるんですけども、なんかね、うっかり物を落としちゃったみたいな時は火災保険効くそうなんですよ。で、ガラスをね、なんか不注意で割っちゃったみたいなね。だからわざとやったことが、なければ、わざとでなければ大丈夫みたいなね。だから夫婦喧嘩でこの野郎って言うからね、ぶん殴って壊しちゃったらダメですよね、やっぱりそういうのはね。生活上仕方がない過失に関して保険が効くっていうことですから、まあ保険が効くようだったらね、使っていけばいいのかなと思いますね。うん。で、フローリングの修理には2つのパターンがあるそうです。どちらを選ぶかで日数も変わってくると。1つ目の張り替え工法とは、すべての床を一度剥がして総入れ替えするやつ、理想的なやつですよね。すべて張り替えるので、もう1つの重ね張り工法と比べて高額になるということが多いと。また、床を一度すべて剥がすために、床のきしみの原因やシロアリの状況もわかるということなんで、まあ本当にね、オーバーホールみたいな感じですよね。で、2つ目の重ね張り工法っていうのは、新しいフローリングを元々の床の上から重ねて貼っちゃうやつですよね。張り替え工法と比べて一部のみの修理なんで値段は安くできる。まあでもね、こう床の材木の種類の選択は少ないと。あと、きしみ等が問題があった場合は、原因が解消されたわけではないので、修繕しきれない部分が出ると。つまり、フローリングが傷んでガタガタになっているのの上に、とりあえず貼るんで、応急処置みたいな感じですよね。まあ、それでも数年間とか10年ぐらいは持つんじゃないかなと思いますね。で、改めて費用が賄えるようになった時に、全特価をお願いするみたいな感じかなと。だから、二度手間、二度費用かかっちゃいますけども、まあでも一度に大きな費用をかけたくないときは、これでいいのかなというところでございます。そして、6畳の居間を工事する際は、張り替え工法では2、3日で、重ね張りでは1日から2日ほどかかるということですね。両方のメリット、デメリットをよく吟味することが大事だというふうに書かれています。まあでもね、本当なんかこう、一部だけボカーンと壊れちゃった場合、そこだけ切り抜いて張り替えるってことはできないのかなと思いますけどもね。だって下に支えてる、こうね、建材とかがあるわけじゃないですか。だから場合によっては踏み抜いたところって下に何もないから、そこだけペコンと貼ると、やっぱり強度の落ちた状態で困ったことになるかなっていうところなんで、おそらく一箇所に穴が開いたら、ある一定の四方をくり抜いてね、で、重荷重、正荷重が分散するような大きさにして張り替えるのかもしれないですよね。ですんで、こう、幹部があったとしたらね、破損部分があったとしたら、その、やっぱり3倍から5倍の面積を取って張り替えるみたいなことなんで、経費がその分かかるのかなってとこだと推察します。うん。なるほどね。はい。とりあえずね、業者さんに見に来てもらおうかなと私は思ってますんで、その経過をまたね、こうやってトークでお話ししようかと思います。それでは、一旦失礼します。